本のゴルフ界に風穴を開ける先鋭的バラエティー、ゴルフ武勇伝。精度の高いプロダクツで数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表でありながら、音楽レーベルバトルクライサウンドのプロデューサーとしても活躍を続ける岡崎幸三が今週もナビゲート。真剣勝負、そして辛口トークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝。舞台は都心から車で60分のオールフラットなチャンピオンコース。緑と水と光があふれる平川カントリークラブ、名門メンバーコースでの戦いです。9月3週目ですけど、台風ずいぶん収まりましたよ。お前が台風男なんだよ。雨、完璧に雨男。本当だよ。いや、いい天気です。それでまあ9月の後2週と立山、はい、あの10月の何週、全部5週、2週、5週、7週、ちょっと珍しい企画で行こうかなと思ってて、今月は、はい、中途半端でしたからね。お前も中途半端だよな、はい、で、もう一遍来たいって言うから呼んだんだよ。ありがとうございます。すっごいっつってましたけどね。ということで、ちょっと今週はですね、ちょっともう少しちょっと来てもらおうよね。はい、そうですね。立山誰、あれ、あの、あれ、あら、まっちゃん、ま、そう、まっちゃん、まっちゃん、久保屋健一プロでございます。おはようございます。久しぶりです。久しぶりだね、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 久しぶりだね。ちょっと台風来ちゃいましたけど、大丈夫ですか。え、私、台風何何がどうしようね。こっちはお前の後輩だよ。はい、あれです。もう、すみません、あんなんで、本当にちょっと、まあ、もう、どうも、おはようございます。おはようございます。どうぞ、どうぞ。お前元気よ。かっこよ。ひどい、ひどい。いつまで短パン履けるかなと思って。12月まで履けるのか。バカだね、これ。毎年あの武勇伝カップの時ちょっとやってんだけど、ちょっとチーム作って、はい、優勝チーム5000円10万5万円、ね、え、500万500万なわけないだろ、お前。で、2位のチームがいくらだっけ。300万、30万。だけど半分だから。あ、半分ね。あ、半分。ただ俺と組んだやつが万が一勝った時は、俺はアマチュアでも別に現金もらっていいんだっけ。だって自分で出すんでしょ。いや、だけど俺と組んだやつはそのまま優勝したら50点いくよ。ありがとうございます。俺と組みたくないべ。岡崎さんと組んで優勝したらもう倍でもいいぐらいですね。ほら、みんなうんって言ってる。よろしく。突如発表されたチーム戦での戦い、4ホールで争うこの戦い、なんと優勝ダブルスには50万円の賞金が決定。プレイヤーたちがペアを組み、誇りと賞金をかけて戦います。じゃんけんの結果決定したチームはこちら。立山光弘プロとペアを組むのは、同じく GMA 契約プロの井上誠プロ。チーム GMA で賞金ダッシュを目論む。幼い守プロのパートナーとなったのは上井邦弘プロ。共に持ち味のダイナミックなプレーで勝利を目指す。岡崎コーチと組むことになったのは久保屋健一プロ。果たして相性がいいのか悪いのか。しかし勝てば身入りが大きいぞ。各チームの戦いをフォローするのはおなじみの武勇伝キャディたち。そしてゲームの進行を宮下優子がアシストします。スタートホールは430ヤードのパー4。ティーショットは全員がショットの上、ダブルスでいずれかを選択。以降はオルタネイトでのプレーです。ということで、おー、久々びっくりですね。9月の3週からスペシャルウィーク。はい、え、もう糖尿で炭水化物食べてないからイライラしてるよ。迷惑ですね。迷惑、はい、じゃあそっちから行こうか。ピンクのイチゴだが、それ何のそのシャツ。ハートマーク。あ、俺か。ハートマーク、お前こっちから打つんすか。うん、そっちから行くよ。よし、行くぞ、マコ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。
前からね、この人つうか、長えな。ここじゃなくうまいですよ。お願いします。立山プロ、井上プロチーム、井上プロのティーショットです。それイチゴ、これイチゴですね。ハートだろ、ハート。お願いします。お願いします。いや、どうも。あ、うまいな。うまいね。もうちょい二筋ぐらい左行ってほしかったね。うまいな。じゃあセカンドショットはお前に任すよ。絶対飛ばね。お願いします。お願いします。続いて立山プロのティーショットです。ついて、続いてです。ついて千葉は朝のついでにって言ったのかな。朝の7時からだからね、千葉は。千葉は朝の7時。今ついでにって言ったよ。いや、ついてるでしょ。いや、ついでに。え、ついでにだろ。子供も見てるかもしれないんだから。お願いします。いいよ。はぁ、どっち使うのかね。どっちでもいいですね。ま、任したぞ。セカンド任したって。タッチューは俺に任せてくれ。タッチュお願いします。お願いします。幼いプロ、神井プロチーム、神井プロのティーショットです。こっちちょっと動かして。危なっ。なんか田中氏、自然地みたいなとこから出てくるの、球が。ありがとうございます。オーフェアウェイ。ユーコルスね。つか、お前そのパンツ何なんだよそれ。なあ、夏です、夏。ほんとひどいな、お前。お前、町屋の駅前で歩いてる、お前、なんかやってる、お前、やつみたいだな。ただのピラチンですよね、これね。ま、マオさん。こっち向いて、ふんなんだよ。ほんとに。マオさん、お前、ちょっと。集中していきましょう。集中。こっち寄るんだよ。続いて、幼いプロの T シャットです。ついでにでいいよ。宮下、幼いじゃねえ、幼いだよ。幼い。おれ、バカだね。おお、あれ OK ですか。いいですか、岡崎さん。フェアウェイだって今。これちっちゃいんだね、これ。任せたよ。ありがとうございます。久保谷プロ、岡崎コーチチーム。何噛んでんだよ。ショットです。いいよ、何でも噛んで。おーいやー、なんだ今の。OB OB です。OB です。あれ OB? でしょ。誰とすか、チーム。ラフだって、ラフ。ほんと参ったな、これ。大丈夫、大丈夫。さっきの練習の通りに行きましょう。何が練習の通り。岡崎コーチの T ショットです。練習行ってねえ。おー、ナイス。痩せてからなの。いいんじゃないの、痩せて。やったよ、あったじゃないですか。ほら、練習の通り。お願いします。ナイスドロー。まさか岡崎さんの T ショット取ると思わなかったな。岡崎コーチ、久保谷プロチーム、はい、岡崎コーチのボールを選択しましたので、久保谷プロの2打目です。危ねえな、俺。立山プロ、井上プロチーム、立山プロのボールを選択しましたので、井上プロの2打目です。はい、幼いプロ、上井プロチーム、幼いプロのボールを選択しましたので、上井プロの2打目です。ティーショットは久保谷プロを除く全員がフェアウェイへ。各ダブルスとも2打目以降の戦略を見据えてボールを選択しました。久保谷プロの2打目です。じゃあ4番アイアンです。え、4番アイアン、まあ、いい。5番アイアンじゃないよ、お前。何でもいい、適当なこと言いやがって、本当に。宮下、5番アイアンです。はい、お願いします。お願いします。天元、ビタッと頼むよ、ビタッと。いや、ビタッとは来ないですよ、ビタッとは来ないです。ああ、触れない。腰痛い。お手前、当たってる。3パット圏内。危ない。これ以上。まあいいや。けんけん、無駄に最初はパターでいこうよな。パターうまいですもんね。立山プロ、井上プロチーム。立山プロのボールを選択しましたので、井上プロの2打目です。はい、かあ、いいね。完璧。ザス。
危ねえなおい。そううるさいよ。ちょっとだいまこまこ。おあいつらうまい。おい。おい。うせえつんだおめえら本当に。だぐもう一回だ。何その感じ。真剣だなお前ずいぶん。何その感じ。完璧。ああ。あら。何やってんだよマンコツ。いいね、うん、いいよマコ。アイソンフォローね。リロビット、すいません。何やリトルビットフォロー。近っ。幼いプロ、神井プロチーム。幼いプロのボールを選択しましたので神井プロの2打目です。よろしくお願いします。リロルビットフォローね。リロルビット、うん、出てきたね、セミラフから。あ、やばいやばいやばい、それダメなやつじゃん。それダメなやつだよ。ダメじゃないよ。いや、止まりそうでしょ。危ない危ない。どんどんいいじゃん。いや、引っ掛けた。いや、いや、どうも。あ、どうも。ナイスパー。全チームが2オン。しかし、岡崎久保谷チームと立山井上チームは距離を残してしまった。さあ、バーディートライです。まあ、そうですね。カップに入り場だけですけど、そうでしょ。まあでもちょっとですよ。あの足まで狙ったって。そうだね、岡崎コーチ、久保谷プロチーム、岡崎コーチのバーディートライです。ナイスタッチ。うわ、重たいな、雨降ってるから。あらら、ケンケンごめん、うん、いやいや、大丈夫です。だってさっき練習したの、それぐらい前からだったから、ちょうどその分ちょうどいやいや。立山プロ、井上プロチーム、立山プロのバーディートライです。打つよ。返しスライスでいい？はい、返しスライス平気？はい、早く打てよもうよ。お前ら試合より武勇伝のがなんか一生懸命やってんな。だいぶ岡崎さん似てきちゃったよ。何？え？なんで俺に似てきたんだよ。強い。入れ。打ったねおいいよ。結構曲がるべ。いいよいいよ。曲がる。マホさん、もうライン見えちゃったっすね、これ。まっすぐや。まっすぐ。いやいや、まっすぐ。バカなんじゃないの、お前。いや、まっすぐ。いや、マホさんがまっすぐ見えるのはまっすぐっす、多分。一応、神よ。はい。十数年前、マモがうちの GMA 契約した時、お前サントリーで勝った男だからよ。ああな、これでも勝てるんだ。まっすぐだよな、マモさんだったら。スライスラインまっすぐって言っちゃうんだもん。幼いプロ、神井プロチーム、幼いプロのバーディートライです。はい。やるとピャッと垂れてくるからやめて。お前いくつになったの？46 シローだ。46かよ。46であのズボンは短パン履かないな。本当にまっすぐ打ってるよ。ああ惜しい。本当まっすぐ打っちゃったよ。少しスライス。少しダメだね。マモさん、マモさん、あいてててててて。まあ、いや、まっすぐじゃないのこれ。まっすぐなわけないだろうよ。いや、まっすぐですよ。え？いや、絶対まっすぐです。筋が全部後で証明してくれるよ。はい。岡崎コーチ、うん、久保谷プロチーム、久保谷プロのパーパットです。はい、お願いします。あれ、うわ、ほら、筋が。ああ、フックだ。いや、フックっていうか、まあ、打ててまっすぐですよ、こんなの。重いですよ、重いの。あいつ、反抗的だよな。重いですよ、ちょっと。
岡崎さん。岡崎コーチ、久保屋プロチーム、ボギーです。悪いな、俺がせめてこのぐらいまで来てるやな。そんなのは変わんないですよ。立山プロ、井上プロチーム、井上プロのパーパットです。はい、お前スライスライン苦手だべ。いや大丈夫です、大丈夫です。絶対カップのあれだよ、右側に出ちゃうよ。月サンキュー。はぁ、お前ね、あれお前じゃないと本当もいいんだよ。来い、来い、カップのあれで右側に出ちゃう。幼いプロ、神井プロチーム、神井プロのパーパットです。スーパーです。下馬評通りになってきたな。雨で重くなったグリーンに阻まれバーディーならず。岡崎小屋チームはボギーとしてしまいました。4ホールで争うダブルス戦、迎えた2ホール目は2番、376ヤードのパー4。ティーショットは全員がショットします。ということで、はい、次のホールは、はい、376ヤードパー4です。 OK、 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 行こう。下馬評通り、俺とケンケンがワンオーバー。何ですかそれ。あのティーショットあったら大丈夫ですよ。立山プロ、井上プロチーム、はい、井上プロのティーショットです。はい、いいね。またセカンドちょっと任せたぞ。で、何？何が不満足なの、マコ？ちょっとラフですね。あれラフですか、フェアですか？ラフ。セカンドちょっとマコに任すよ。セカンドショット。え？続いて立山プロのティーショットです。聞いてるマコ？聞いてねえ、 AB 型だもん。うまいなぁ。しゃあしょっしゃい、全然当たってねえよ。知る、トップ。幼いプロ、神井プロチーム、神井プロのティーショットです。おっと、あれ完璧 OB。 あれ病気、あれ朝練習行きたがるわけだわ。あれじゃ味噌煮込みうどん食べなきゃダメだよ。山本言えてないですけど大丈夫ですか。来るよ来るよ。炭水化物続いて幼いプロのティーショットです。来たよ来たよ。松木正治土佐の一本釣りみてえ格好だな。よいしょ、おい。ハール、ハール、天才。天才だね。長いものは。すごいな。長い。天才。天才だよ。どうぞ。すごい。いいんですか、さっき言って。または悪いもん見ちゃいますよ。ケンケン、チャイエンイエンね。チャイエンイエン。チャイエンイエン。どういうことそれ。落ち着いて。落ち着いて。タイ語で。チャイエンイエン。よし。岡崎コーチ、久保屋プロチーム、はい、久保屋プロのティーショットです。よし、なもんかな。おい、おい、ナイショイ。こんなもん。あんなの打っちゃったらもう岡崎さんがセカンドショット打たなきゃいけなくなっちゃう。アロイママ。いやいや、でもこの前にまず一つ置いとくのが。アロイママ。じゃないですか。さすがっす。アロイママ。あのティ。コップマガハ。アロイママ。コップマガハ。お、切れてる。やっぱりね、あのお腹がなくなるとそんな消えよう。続いて岡崎コーチのティーショットです。おれ、うんうん、まあまあそんな悪い球じゃないですよ。あ、超えた、超えそう、超えた、バンカー、すごい、バンカーキャリー上。神プロが右の林に打ち込むも幼いプロがリカバリー。各チーム戦略を持って臨みます。さ
さあチームでどちらのボールを選択する。どうも今週ありがとうございました。ありがとうございました。ということで突然来ていただきまして、でもないんだけどね。でもないですね。っていうかこれアイアン出たの新しい。かっこいいです。先ほど見ました。かっこいいです。ちゃんとコメントしてもらってもいい。どう思う。だから言ったでしょ、俺たちは本音をしゃべる。こいつ今嘘だから思いつかなかったんですよ。いやいや、そのぐらい。さっきも拝見しました。やっぱりさ、あれアマチュアは中空の方が優しい。朝打たせてもらいますけど、やっぱ打ちやすかったですね。シャフト緩いだろ。シャフトは、いやでもちょっとシャフト折れんだったから軽かったよ。いやでも打ちやすかったですよ。昔ながらのゴルファーじゃない、古い。なんかこうちょっと大きめのとかなんかやっぱダメなんだね。だからこれはちょっとマッスルバックに近いんだけど中空になってるっていう、うん、さっき久保屋がパッと見た目で、うん、すごく難しそう、球が上がらなそうって言ったんですよ、うんうん、で構えたら、あ、全然そうでもないんですねって。そう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 、こっちだけ見るとそう思っちゃいますよ、うん、だからこうやってここだけこうやって見るとね、ちょっとプロトタイプっぽいよね。だから売るためにはちょっとシダクラブ出さない、シダクラブ出さないとみんな、そうなん、構えちゃうでしょそれ、うん、だからなんかこうパーンと自然にボールフッと行くんだよね。だからつってあのタイガーが使ってたやつだとか、うん、昔ながらのマッスルばっかやっぱり好きだけど、やっぱり打つと結果は出ないよね。全然違う、そう考えるとね、うん、だけどあの井上プロだけはまだ使っていただいておりませんで、あのまあ、来年もし機会がありましたら来年はどこか行き先があるんでございますでしょうか。え、あ、ほんまに行くの。ずっと眺めてるからあんま見ないでって。いやいや、ほんまから声かかってんの。かかってるわけないのか。いやいや、かかってるかもしれない。かかってるから。例えばママテイラー、ババちゃん辞めたんでしょ。辞めました。あ、8月いっぱいです。あ、そうなんだ。ゴルフ業界大変なんですよ、ね、ナイキの撤退もセンセーショナルだったね、うん、なんかナイキの選手ほとんど知らされてなかったっていうね、うん、あ、そういうことで、あのゴルフ業界も大変でございますが、 GMA ももう青色吐息で、ね、ピンクの花柄のシャツとか、あの黄緑色がやっぱり活躍して盛り上げてくれないと物も売れないということでございますので、ということで今週はその辺で終わらしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ゴルフ武勇伝、番組公式サイトでは番組アーカイブも公開中。また番組へのご意見ご感想もお待ちしています。ご覧のところよりどうぞ。今週より7週にわたってお届けするチーム戦シリーズ、第1戦は立山井上チーム、幼い上井チーム、そして岡崎小屋チームで争う4ホールズ。ウォークに来てるしよ、いいな、いいですね、かっこいいよ。名前は似てんだけどな、俺と反対です、真子さんと。あ、そうか、井上と上井です。漢字ね、漢字。早く打ってもらっていい。次回は2ホール目のセカンドショットからお届けしていきます。確かに井上上井、あ、本当だ。お見逃しなく。